皆さんは今の自分の人生に満足していますか？ひょっとしたら思い描いた未来とは違う現状を生きているという方もいるかもしれませんね。何もかもうまくいかないと人生を嘆いていたり、なんとか現状を変えようと願っていたり、あるいは不満を抱えているというほどではないけれど、もっと運が良くなりたい、もっと突き抜けたハッピーな人生を送りたいと思っている人もいるかもしれません。でもこんな疑問が出てきませんか？人生を変えると言っても一体何をすればいいの？今回はそんな方に向けて、今日から実践できる開運体質になる行動をご紹介します。今回ご紹介する本の著者、山王美和さんは、自然食品のお店の経営がうまくいかず、残高48円、子供のおむつも買えないような状況から人生が大逆転、取り扱うパワーストーンが評判を呼んで売れに売れ、すぐに会社を再建させてしまっただけでなく、今やお客様にもミラクルを起こしまくっている開運のプロです。今日はそんな美和さんから開運体質になる方法を学びましょう。気になる方はぜひこの動画を最後までご覧ください。皆さんごきげんよう。幸せ図書館の館長のことぞらです。このチャンネルでは様々な本を紹介しながら、今日から実践できてワクワクハッピーになれるような情報をお届けいたします。今回紹介するのは、山王美和さんの超開運体質になる8メソッドです。本書は2万人以上をリッチマインドな開運体質に導いてきたという山王美和さんが、豊かさを引き寄せて幸せな未来を手に入れる方法を具体的かつ分かりやすく解説してくれています。では早速見ていきましょう。今回は5つのポイントに分けて解説していきます。1、金運の器を大きくする。2、リッチマインド、貧乏マインド、あなたはどっち。3、人生をバズらせる魔法のメソッド。4、人生どん底の時の切り替え術。5、開運のための小さな一歩。では順に解説していきますね。1、金運の器を大きくする。豊かさや幸運を得るためには、それを受け取るだけの器がなくてはいけません。そしてそのための大切な器の一つが家です。美和さんは、家は宇宙の金運を受け取る器そのものだと言います。当然その器が汚れていたり、物がたくさん溢れていたら入ってくるものも入ってきません。あなた自身が宇宙の創造主であり、ご神体であるなら、家はそのご神体を守る大切な宇宙のお社なのです。そんなお社である家、皆さんはきれいに保てていますか？金運を良くするには、自分を守る家をきれいに保つことから始めてみましょう。では特にどんな部分に気をつければいいのでしょうか？本書では玄関、水回り、寝室という3つの場所について取り上げられています。まずは玄関。玄関は金運が入ってくる大切なパワースポット、神社でいうと鳥居です。美和さん曰く、ここが汚いと宇宙から豊かさがやってこないそうです。玄関に靴が出しっぱなしだったり、古くなり埃をかぶった置物などはありませんか？素敵な靴やお気に入りの靴は、あなたに素敵な出会いを運んでくれるそう。一方で、合わない靴や古くなり汚れている靴は運気を下げてしまうそうなので、靴は自分に合ったお気に入りのものだけを残すようにしましょう。玄関の叩きに出していい靴は、家に住んでいる人の人数分まで叩きはピカピカに磨きましょう。そうすることでいい運気がガンガン流れ込んでくるそうです。また玄関にパワーストーン、特にクリスタルを置くことで良縁運や金運もアップするそうです。2つ目に意識すべきは水回り。キッチン、洗面台、トイレなどの水回りはいつもきれいにしておきましょう。というのも、水回りは不浄なものや邪気邪念、ネガティブなものを浄化してくれる家の中の神聖な場所だとのこと。毎日こまめに掃除することを意識しましょう。最後に寝室。寝室は体、すなわち自分というご身体を休める場所で、いわば宇宙の源の部分だそう。綺麗なシーツや枕、ふかふかのお布団でゆっくり体を休めることで、豊かさがぐんぐん育っていくそうです。シーツや布団は1週間に1回は取り替えてあげること。また寝室は自分というご身体を休める部屋なので、なるべく物がごちゃごちゃしないようにすることが大切だそうです。さらに枕元には水晶やアメジスト、セレスタイトなどの天然石を置いてあげると、より浄化力や眠りの質が上がり、目覚めもすっきりするし、宇宙とつながりやすくなるとのことでした。自分自身をご神体、そしてそんな自分が暮らす家をお社と考えるのはとても分かりやすいし、このように考えると自分の住まいをきれいに快適に保とうという意識が芽生えますよね。
ちなみに寝室のところで枕元に天然石を置くといいという話がありましたが、私は数ヶ月前からセレスタイトという石を枕元に置いて眠っています。この石の効果はすごくて、寝つきが良くなった上に鮮やかな不思議な夢を見る機会が増え、睡眠中に癒しをもらっているという実感を得られるようになりました。なので寝室が宇宙の源というミヤさんの言葉にはすごく共感しているし、この話を聞いて寝室をすっきり快適に保っておくことは常に心がけたいと改めて思いました。さてここまで家について紹介してきましたが、もう一つ欠かせない大切な金運の器があります。それがあなた自身です。あなた自身も綺麗な身なりでいることを忘れずにいましょう。特に重要なのは頭頂部。宇宙のエネルギーは頭頂から流れてくるので、髪の毛はしっかりセットしておくこと。白髪が伸びっぱなしやボサボサの状態よりしっかりケアされているツヤツヤの髪の方が運気と直感力を上げるそうです。また運気は指先からも流れ込んでくるので、ネイルやハンドクリームを塗るなどのケアも忘れずにしましょう。洋服もお気に入りのファッションに身を包むこと。また洋服は邪気や邪念を吸い込むので、こまめに洗濯をしたりクリーニングに出しましょう。1年以上着ていない洋服やほころびや形が崩れた洋服は思い切って処分することも大切だそうです。そしてもう一つ何より大切なことがあります。それが笑顔。笑顔は豊かさと幸運を招き入れる最強のパワーツールだということなので、口角を上げて運気をぐんぐん掴んでいきましょう。それでは2つ目、リッチマインド、貧乏マインド、あなたはどっち？世の中にはお金を持っている人や成功してどんどん豊かになる人たちがいる一方で、お金に対する不安や悩みが常に尽きない人たちがいます。残高48円という貧しい暮らし、成功を手にして得た豊かな暮らし、その両方を知っているミヤさんは、貧富の差というのは結局マインドの違いにあると言います。豊かな人は豊かさを引き寄せるリッチマインドで生きているのです。反対にお金に困っていた時のミヤさんは貧乏マインドで生きていたそうです。本書には自分が今リッチマインドなのか貧乏マインドなのかを診断できる12個の項目があります。皆さんもぜひ自分がどちらのマインド寄りなのかを確認してみましょう。まずはリッチマインドの人の考え方を紹介しますね。当てはまるものはいくつあるでしょうか。リッチマインドの特徴、行動が早い、全てに感謝している、あるに目を向けられる、自分の行動や言動に自信と責任がある、素直、自分を信じて行動することができる、受け取り上手、いつも 100% で物事を取り組む、整理整頓されていて断捨離が得意、人に SOS を出すことができる、相手目線で人のために動ける、アイデアや想像力がある。では次に貧乏マインドです。行動が遅い、損得ばかりを考えてしまう、感謝がなくやってもらって当たり前、疑い深い、文句や悪口が多い、いつも怒っている、自分に自信がない、受け取り下手、自分を低く見積もりすぎている、言い訳が多い、言葉と行動が伴わない、マニュアル通りでしか動けない、想像力が貧しく自己中心的な考え。当てはまる項目が多い方で自分がリッチマインド寄りか貧乏マインド寄りかが分かります。皆さんはどちらでしたか。ではもし貧乏マインドの方が多かった場合はどうすればいいのでしょうか。それは反対のことをやってみることです。それだけでもびっくりするくらい毎日がうまくいき始めるそうです。また豊かで幸せな未来を引き寄せるためには、ふと感じる違和感を見逃さないことも大事だそうです。仕事でも会話の中でも普段は気にならないことも、なんとなく感じる違和感やざわざわは絶対に見逃してはいけない大切な赤信号だそうです。例えば買い物でも、自分は本当は A が欲しかったけど B を勧められたから B を買うとか、 B がセール価格だったからという理由で買ってしまったという経験はありませんか。この場合は本当に欲しい A を選択した方が運気が上がるそうです。他にも部屋の中にあるときめかない置物、何かの景品で当たったお皿、くたびれた下着、靴底が擦れたパンプスなど、日常で当たり前に目にしていたけど改めて見直すと違和感が出てくるものはありませんか。なんとなくの違和感やちょっとの気持ち悪さやモヤモヤ、それらを絶対に見逃さず小さなうちに解消することで、どんどん開運体質になっていくとミヤさんは言います。本当は自分は何が好きかをしっかり見極め、身の回りの違和感からしっかり断捨離していくこと、こうすることで運気の流れが一気に切り替わってすっきり開運していくのです。
リッチマインドになりたいなら貧乏マインドと反対のことをやるというのは分かりやすいですね。定期的に自分の在り方を見つめ直すリストとして私は活用したいなと思いました。また家の中をよく見てみると違和感が出てくるものがあるという話もすごくハッとさせられました。一つ一つは小さなことでも、そうした小さなものの積み重ねが自分の心や運気にもすごく影響しているのだと思います。では3つ目、人生をバズらせる魔法のメソッド。ここでは人生をバズらせるというテーマで私が特に面白かった話をいくつか紹介します。それが宇宙3倍返しの法則と運気を上昇させる言葉という話です。宇宙3倍返しの法則というのは、いいことも悪いことも自分が発したものは3倍になって小玉のように宇宙から現実になって帰ってくるという法則です。思考や行動、感謝の言葉は自分に向けたものであれ、他人に向けたものであれ、全て3倍になって戻ってくるのだそうです。例えば人の悪口や文句、意地悪などもそう。 SNS などでアンチコメントをすれば、それら全てが3倍になって返ってきますし、逆に人へのありがとうや応援や思いやりも3倍の感謝と思いやりになって返ってきます。また自分なんてと自分を責める気持ちも3倍になって自分に返ってくるそうなので、気をつけましょう。普段から自分の思考や言動は気をつけるようにしたいですね。ちなみに、私はどうせ全てうまくいくという言葉は運気を一気に上昇させる言葉だそうです。ミアさんは不安や恐れ、心配や罪悪感や固執は運気の流れを止めてしまうことにつながると言います。だからこそネガティブなことが浮かんできた時には、どうせ全てうまくいく、いや最高最善に、全てベストタイミングで流れているという言葉をつぶやいて、奇跡の女神様に味方をしてもらいましょう。私たちはせっかく物事がうまくいくようになっても、そんなにうまくいくはずがないとネガティブになってしまうことがあります。ですが運気がいい時はその流れに乗ってほしい、あなたの力を発揮してほしいということであり、そういう時にはどんどん調子に乗ってその波に乗ってしまった方がいいそうです。なぜなら宇宙のエネルギーに乗るということは宇宙への貢献でもあるからだそうです。もし仮に自分に開運の流れが来ていなくても、身近にいい感じの流れに乗ってうまくいっている人がいれば、一緒になって喜んでみること。そうすることであなたにも開運のエネルギーがどんどん巡ってくるようになるそうです。この時にはおめでとうという言葉をかけてあげると、自分自身も開運していくそうです。おめでとうは開運エナジーを持っている最高のパワーワードだからです。では4つ目、人生どん底な時の切り替え術。私が本書で特に印象的で勇気をもらったのは、ネガティブな事柄に対するミアさんの考え方です。例えばミアさんは、人生のどん底を感じた時こそ未来の運気が爆上げする予兆だと言います。今もし毎日うまくいかなくて人生どん底だなんて思っている人がいたら、おめでとうという状態なのだそうです。なぜなら運気の底辺に到達したら、もうあとは上がるだけだから。そして人生のどん底と感じている体験や感情こそが、誰にも真似することのできないあなただけの最高の学びだからです。それに、人はどん底にならないと次のステージに飛び込めなかったり、その先のステージに進むことができなかったりするものです。だからどん底は人生のバンジーを飛んで、どんどんステージを上昇させるチャンスでもあるそうです。ちなみに、現在どん底にいる人がやるべき開運アクションは、目の前のできることを心を込めて淡々とやることだそうです。それだけで目の前は開けてきます。逆にひねくれたり、自暴自棄になったり、どうせ私なんてとふてくされて行動しなかったり、何かを攻撃したりするのは NG です。辛いことが起こった時こそ、毎日を淡々と丁寧に過ごすこと、そのうちに運気上昇の波が来て、そのチャンスに乗っていけば一気に伸びていくとのことです。またミアさんは、私たちは宇宙のバイオリズムの波に乗ってきているから、感情や運気の起伏があるのも当然だと言います。だからいつもポジティブな状態でいられるわけではないのも自然なことだし、それが人生のリズムなのだそうです。もちろんポジティブな状態の方が運気が良くなるのは確かです。ですが、どんなことがあってもネガティブな言葉を使ってはダメというわけではなく、ネガティブな状態の時にはそれらをしっかり感じきり、解消することで循環を起こすことができるそうです。例えば悲しくて落ち込んでいる時に、無理に心とは真逆の態度や行動をすると、行き場のないドロドロの感情が充満してしまい、最悪の場合は病気にもつながってしまいます。
このように感情を出さずに感情の袋が膨れ上がってしまっている人は、心の中がパンパンで隙間がないということ。こういう状態の時には宇宙から豊かさも流れてこないし、ミラクルもやってきません。最高の運気を受け取るには、いつも袋の中が空っぽで綺麗な循環が起こっている必要があります。するとミラクルが起こり、溢れる豊かさがやってくるのです。そのために自分自身を認めて、全てに OK を出すことが大切だそうです。ありのままを受け入れて、淡々と目の前のことに集中する、シンプルですが私にとってはすごく力をもらえるメッセージでした。どん底であってもおめでとう、あとは上がるだけ。そう思うとなおさら嘆いたりふてくされたりするのではなく、今できることを精一杯やろうという気持ちになれます。なんだか不調だなと思う時には、ミヤさんのこの考え方を何度でも思い出したいと思いました。では5つ目、開運のための小さな一歩。宇宙は素直に喜び、宇宙のヒントに気がつける人が大好きだそう。やがてそのミラクルは雪だるま式に膨れ上がり、大きな幸運を運んできます。ミヤさんは今すぐ開運する簡単な方法が、全ての感情を感じることだと言います。とにかくいい感情も悪い感情も、全ての感情を感じるのです。あなたは何が好きで何が嫌いですか？何を心地いいと思い、何を心地悪く感じますか？好きな音楽、嫌いな音、いい匂い、臭いと感じる匂い、美味しい、まずい、五感をフルに使って子供のように感じると、それだけでもぐんぐん開運していき、身の回りでプチミラクルが起きるそうです。特に次のようなことが起きたら、ミラクルがどんどん流れ込んできているよのサインだそうです。信号が青続き、ゾロ目ナンバーをよく見る、いただき物が増える、褒められることが増える、たまたま会いたい人に出会う、欲しいと思っているものが向こうからやってくる。このような日常に小さなシンクロ現象が起きたら、それはミラクルが流れ込んできている証。そんな時には、やった、ラッキーと素直に喜ぶことで、さらに開運していくそうです。心を開いて感じることを大切にしていきましょう。ではまとめに入っていきます。1. 金運の器を大きくする。家や自分という器をきれいにすっきり保ちましょう。 2. リッチマインド、貧乏マインド、あなたはどっち？貧乏マインドに当てはまっていたら反対のことをしてみましょう。 3. 人生をバズらせる魔法のメソッド。自分の言動には気をつけて、うまくいっている人にはおめでとうという言葉をかけてあげましょう。 4. 人生どん底な時の切り替え術。どんな自分も受け入れ、淡々と今できることに集中しましょう。5. 開運のための小さな一歩。心を開いて小さな変化やシンクロに喜びを感じてみましょう。いかがでしたか？シンプルかつ具体的で、今日から実践できそうなことばかりであるというのもとても良かったですが、私は本書から素直に自分らしくいることの大切さに気づかされました。無理にポジティブになる必要はない。心で感じることを大切にして、素直に生きることが宇宙の流れに乗るということ、それは酸いも甘いも経験した皆さんだからこそ説得力を持って響く言葉だと思ったし、本書が力強くパワーに満ちたメッセージにあふれていながらも、どこか肩の力が抜けるような軽やかさがあるのは、そんな皆さんのエネルギーが反映されているからだと感じました。それでは今回は以上となります。今後も今日から使えるワクワクするような情報を発信していきたいと思うので、このチャンネルが良かったと思った方は、LIKE ボタンやチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。愛を込めて、ことぞらより。